n h k ミュージックエキスポのステージではナンンバーアンダーアダライン愛は彼らの代表曲である GOT と INZM を披露した。力強くも繊細なダンスと魂を揺さぶる歌声はまさに圧巻。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4が開催され多くの音楽ファンにとって忘れられない一夜となりました。今年のイベントは例年以上に盛り上がりを見せ特に注目を集めたのが グルーーーープナンバーアンダーラインンバアダライのパフォーマンスでした彼らの出演は事前から大きな期待を寄せられていましたが、実際のステージはその期待をはるかに超えるものでした。ナンンバーアンダーアダライン愛が披露した楽曲、ゴート・ボンそして INZM は、ファンの心を深く揺さぶり、その存在感を改めて強く印象付けました。まず、彼らのパフォーマンスが特別だった理由の一つは、楽曲自体の持つエネルギーと、 メンバーそれぞれのパフォーマンス力の高さにあります。ナンバーアンダーライン愛は、その圧倒的な技術と表現力で観客を魅了しました。冒頭の冒頭から、彼らは強烈なインパクトを与え、その瞬間、ステージ上の全ての空間が彼らのものであるかのような錯覚を覚えさせました。観客は一瞬たりとも目を離すことができず、その場に居合わせた全員が彼らの音楽に引き込まれていきました。また、ボンでは、 彼らの異なる一面が垣間見えました。この曲は、強盗とは異なり、より繊細でありながらも情熱的なエネルギーが込められており、観客はそのギャップに驚きと感動を覚えました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーが見せたパフォーマンスの多様性は、彼らがただのアイドルグループではなく、真のアーティストであることを証明しています。さらに、INZM では、彼らのダンスと音楽の融合が頂点に達し、 ステージ上での彼らの動きはまさに一つの芸術作品のようでした。彼らが一曲一曲を通じて伝えるメッセージは深く、観客に対して強烈な印象を残しました。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4が特別だったのは、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスだけではありませんでした。イベント全体を通して、世界中から集まったさまざまなアーティストたちが一堂に会し、 その多様性と創造性が一つの舞台で融合したことが大きな要因です。その中でも、ナンバー・アンダーラインアイが他のアーティストと共演するシーンは特に印象的でした。彼らが他のアーティストと息を合わせ、一つの作品を作り上げる姿は、音楽が国境や文化を超えて人々をつなぐ力を持っていることを改めて示してくれました。さらに、今回のイベントでは、最新の技術を駆使したステージ演出が取り入れられ、 観客を視覚的にも楽ししまませました特にナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスでは、照明や映像効果が楽曲の世界観をさらに引き立て、彼らのパフォーマンスにさらなる深みを与えていました。ステージ全体が一つの巨大なアートインスタレーションのようであり、観客はその中で音楽と映像の融合を楽しむことができました。こうした演出は、ただ視覚的に美しいだけでなく、 ナンバーアンダーライン愛の音楽が持つメッセージをより強く、より直接的に観客に伝える手助けをしていました。彼らが表現したいと願っていることが、これらの演出によって観客により深く浸透し、彼らのパフォーマンスが終わった後も、その余韻が会場に残り続けました。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は、音楽が持つ力を再確認させてくれるイベントでした。そして、 その中心にいたナンバーアンダーライン愛は、今後ますますその名を世界に広めていくことでしょう。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントの域を超えて、一つの文化的現象として語り継がれていくことになるはずです。今回のイベントに参加した観客は、彼らの才能と情熱に触れ、その場でしか味わえない特別な時間を共有しました。この夜の経験は、参加者全員にとって忘れられないものとなり、 これからも心の中で大切にされていくことでしょう。最後に、この n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4でのナンバーアンダーライン I の成功が示しているのは、音楽が持つ普遍的な魅力と、それを伝えるための努力と情熱の重要性です。彼らは単に音楽を演奏するだけでなく、それを通じて何かを伝えたい、誰かに影響を与えたいという強い意志を持っています。その意志が、 今回のパフォーマンスを通じて観客にしっかりと届いたことは間違いありません。彼らの未来がどうなるか、これからどんな新しい挑戦を見せてくれるのか、ファンとして期待せずにはいられません。そして、このような素晴らしいイベントが、これからも続いていくことを願わずに入られません。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4は終わりましたが、その余韻は長く、観客の心に残り続けることでしょう。そして、 このイベントで感じた音楽の力を、私たちはこれからの日常の中でどう生かしていくのか、どう楽しんでいくのかを考えることが求められます。音楽は、私たちの生活に彩りを与え、時に困難な時期を乗り越えるための力を与えてくれる存在です。今回のナンバーアンダーライン愛のように、その力を最大限に発揮できるアーティストがいることは、私たちにとって大きな幸運であり、感謝すべきことです。 この先、ナンバーアンダーライン愛がどのように成長し、どんな新しい音楽を届けてくれるのか、その旅路を共に見守っていくことができるのはファンとして何よりの喜びです。そして、彼らが再び私たちの前でその素晴らしいパフォーマンスを披露してくれる日を、心待ちにしています。それが次の NHK ミュージックエキスポであろうと、他のステージであろうと、彼らの音楽は私たちにとって特別なものとして、 これからも輝き続けるでしょう。2024年、音楽の祭典、NHK ミュージックエキスポが、華やかに幕を開けた。世界中から集まったアーティストたちが、それぞれの個性を爆発させ、熱気に満ちたステージを繰り広げた。その中でも、ひときわ注目を集めていたのが、日本を代表するグループ、ナンバーアンダーラインアイだった。彼らのパフォーマンスは、 会場全体を熱狂の渦に巻き込み、多くの人々の心を揺さぶった。ナンバーアンダーライン愛は、デビュー以来、その圧倒的な歌唱力と洗練されたパフォーマンスで、国内外問わず高い評価を獲得してきた。彼らは、メンバーそれぞれの個性を最大限に生かした楽曲と、力強いダンスで、唯一無二の世界観を確立している。そして、その魅力は、年齢や国籍を超えて、 多くのの人々の心を魅了している n h k ミュージックエキスポのステージではナンンバーアンダーアダインアイは彼らの代表曲である GOT と INZM を披露した。力強くも繊細なダンスと魂を揺さぶる歌声はまさに圧巻。会場のボルテージは最高潮に達し観客たちは熱狂し興奮を隠せない様子だった。GOT のパフォーマンスはまるで 彼らの夢と情熱が爆発したような力強いものであった。力強いビートに乗せて繰り広げられるダンスは、見ている者を魅了し、彼らの音楽に対する情熱を感じさせた。メンバーそれぞれの個性と才能が融合し、唯一無二の世界観を作り上げていた。翔くんの力強い歌声は、会場全体を包み込み、岸士くんのキレのあるダンスは、観客の視線を釘付け気にした。 神君の表現力は、楽曲の世界観をさらに深め、彼らのパフォーマンスをより一層魅力的なものにしていた。一方、INZM では、彼らの繊細な表現力と音楽の深みが際立ち、聴衆の心を深く揺さぶった。力強い、強盗とは対照的に、静けさの中に力強さを感じさせる楽曲は、彼らの音楽の幅広さを証明していた。美しくも力強いメロディ そして、そこに込められたメッセージは、観客たちの心を深く揺さぶった。ステージ上でのナンバーアンダーライン愛は、自信に満ち溢れ、生き生きとしていた。彼らのパフォーマンスは、単なる音楽の演奏を超えて、メッセージを込めていました。それは、夢に向かって突き進むこと、困難に立ち向かうこと、そして自分自身を信じることの大切さ。彼らの音楽は、 私たち一人一人の心に響き、励ましを与えてくれる力を持っています。ステージから降りたナンバーアンダーラインイは、トークコーナーでも、その魅力を存分に発揮した。メンバーそれぞれの個性的なキャラクターが光るトークは、会場の笑いを誘った。特に、岸君の英語力は、会場から驚きの声が上がった。流暢な英語で、海外のアーティストたちとコミュニケーションを取る姿は、 彼らが世界を舞台に活躍することを目指していることを感じさせた。今回の NHK ミュージックエキスポは、ナンバーアンダーライン愛にとって新たな挑戦でもありました。世界で活躍するアーティストたちと共演することで、彼らは新たな刺激を受け、さらなる成長を遂げたのではないかと感じます。彼らが披露したパフォーマンスは、単に、かっこいいという言葉では言い表せない、多くの感情が詰まったものでした。 彼らの音楽は私たちを希望で満たし未来への勇気を与えてくれます。彼らの音楽には世代や国籍を超えて共感できるメッセージが込められている。それは自分自身を信じ夢に向かって突き進むことの大切さそして困難に立ち向かう勇気。彼らの音楽は私たちに希望を与え前向きに進んでいく力を与えてくれます。 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、音楽の持つ力を改めて感じさせてくれるものでした。彼らの音楽は、私たちを希望で満たし、未来への勇気を与えてくれます。そして、彼らの音楽は、世界中に届き、多くの人々に希望を与えてくれると信じています。彼らの輝かしい未来を期待し、これからも彼らの活躍を見守っていきたいです。